か知らない。もしかしてビビってるってやつ。ビビってなんかいねえよ。くらいやちょっと体調悪いみたいで。
教えていたのだ。マサノリ、お前は見事に流れに乗ってくれた。確かにやみつきになっちまいそうだね。まあ、それもマサノリの反応だからさ。こんなことに全力なんだよ。頭いいやつの考えることはわかんねえ。忍べ、三味線の音が聞こえたかけじゃねえか。ダメだ、ついに来ちまったぜ。もうすぐ正体がわかるんじゃない。気分が上がってきた。忍べ、くらいやがれ。異世界に轟く。その慟哭がまた俺を熱く燃えたぎらせる。また切り合おう。じゃあね。あっつー、お化けより立ち悪いな。でも人間なら喧嘩できっから、まだマシだぜ。あんた、もしかして私のために怖いの我慢して頑張ってくれてる？殴り込みだ。最強だね。
手で行くぜ。やってみましょう。その概念に抗え、それがお前の反骨だ。誰だ。邪魔をするなら消えてもらう。どうだこいつ。しかも君もいるぜ。どうなってんだよ。一つ目鬼を操る術者だね。魂を借り立てる。俺は鬼を操る訓練をしていただけだ。来たるべき体制に向けて。鬼を従えるから聖絶。その気迫。俺の心をも震わせる。おい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 、なんだよあの巨大なお化けは。最後の七不思議、人を惑わしあの世へ連れ去る巨大な幽霊。最後の最後にこれだよ。どうして倒せる気がしねえ。福島、こいつら七不思議の連中、殴り込みだ。どうなってんだよ。もう一人の俺と上等なぜで行くぜ。お互いの俺のうち影すら失うのはどっち。おせっかいでしょうがねえ。何のことだ。最初から他には誰もいなかった。